トゥントゥントゥルトゥントゥントゥルトゥン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 。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、ローションより2020年6月2日に発売された、鬼滅の刃、熱子の竹パン。こちらご紹介したいと思います。本体価格130円、税込み140円。こちらご紹介したいと思います。テレビアニメ、鬼滅の刃の主人公、かまど炭治郎の妹、熱子の竹筒をイメージした竹パンです。隠し味に抹茶を使用したパン生地にお子様でも食べやすいようにチョコクリームを包みましたという商品です。さあ、これ130円、ね、鬼滅の刃のこれ熱子の竹パン、ね、この口にくわえてるっていうね、でパイ生地になってチョコクリームが入っております。アレルゲンは乳成分、卵、小麦、大豆となっております。カロリーは1包装あたり335キロカロリー、炭水化物は 32.7g、 糖質が 31.3g、 植物繊維が 1.4g の目安となっております。こちら菓子パンとなっております。こちら内容量は1個です。そして製造者は山崎製パンさんです。では開けていきたいと思います。こういう感じですね。特にここ、ね、横はこうですね。ちょっと割ってみましょうか。こういう感じです。いただきます。結構上コーティングされてんだね。いらんです。パンというよりパイですよね、これはね。熱子の竹パイ、パイ、パンではない、パイですね。もうパイにチョコで、ほのかに抹茶味、うん、抹茶はあんまり本当にほのかにしか入ってないです、うん、なんて言ったらいいな、うん、竹パン、竹の形してるから竹パン、まあ、コーティングもね、また素晴らしいと思います、うん、竹感を出してると思います。熱子の竹パン、食べてみてはいかがでしょうか。はい、この動画も面白いなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。では、じゃあね。